昔からロンドンにおける全死因の実に 72% にドラゴンと呼ばれる異形の存在が関わっている。荒ぶるドラゴンは人を害す。それを防ぐためにはドラゴンの管理が必要だが、フロントロンドンの住人はドラゴンの姿を見ることができない。それができるのはリバースロンドン、ロンドンの裏側に広がるこの街の住人だけだ。行くよミハ。あんたはお金のため、私は実績のため。1609年に定められたドラゴン接触禁止法により違反者は禁錮100年。助けて。私らの強さ、人事部に見せつけるチャンスでしょ。マジックナンバー75、ガトリングクラウン。